カストロール・ディアレスは、スペイン・カンタブリア州のムニシピオ、ビスケー湾のカンタブリア海に面している。ブラソマル地区の海水浴場カンタブリア州最東部にあり、バスク州ビスカヤ県と接している。カンタブリア州とサンタンデールとの距離は 75km であるが、ビルバオとの距離は約 35km である。ビルバオ大都市圏の一部である。公的な人口は約3万人であるが、ビルバオとの間を行き来し、カストロール・ディアレスで事実上暮らす人々を加えると、さらに多いものとみられる。ラペニャデクコ洞窟など、周辺の洞窟で壁画が発見されており、先史時代から人が定住していたとみられる。また、ローマ以前のものである、ヒルフォートの遺構も点在する。古代ローマ時代、すでに大プリニウスは、博物誌の中で、ポルトゥス・アマヌスの存在について触れていた。この港は、アウトリゴネス族の土地の一部で、カストルム・ウアルズリエスの一部でもあった。彼らは高度な文明を持っており、おそらくインドの神を模したものであろう14センチメートルの青銅でできたカンタブリアのネプトゥーン像が見つかった。この集団は漁業、農業、家畜の飼育で生業を立てていた。青銅器や鉄器、小麦、貝殻が発見されている。西暦74年、ローマ人は植民地フラヴィオブリガを建設した。この地名は、ヴェスパシアヌス帝にちなんでおり、ブリガという言葉で終わるのは明らかに、ケルト語の影響である。中世カストロール・ディアレスの経済活動は、海で行われた。自治体内のサマノ地区には造船所があり、特に、レコンキスタ時代、男たちは、カスティーラ王国の商船艦隊に船を提供していた。1163年、ブルゴスにて、アルフォンソ8世はカストロール・ディアレスに町の特権を与え、ログローニョ管区に収めた。このことは喜んでカンタブリア沿岸で初めて王権を受け入れ義務を尽くしたことを意味した。1187年にサンタンデール、1201年にラレード、1263年にベルメオ、1300年にビルバオがこれに続いた。1262年、アルフォンソ10世はカンタブリア4都市兄弟会と共に再征服したカディスへ再植民を行った。1296年、マリスマス兄弟会と共にカストロール・ディアレスはマリーナでカスティーリャ兄弟会を結成した。この兄弟会の目的は海上貿易の保護と憲章維持のためカスティーリャ王と同盟し、貴族の横暴を防ぐことにあった。兄弟会は特にバイオンヌで活動するイングランド軍との戦いを継続して行う。新大陸発見後、海上貿易はヨーロッパ大西洋岸中心から主軸がカストロール・ディアレスの繁栄は続いた。しかし16世紀の黒死病流行で人口が激減した。次第にカストロール・ディアレスや兄弟会はその重要性を失っていった。1813年5月、ナポレオン・ボナパルト配下のイタリア系将軍フォワ率いる侵略軍に激しく抵抗した後、カストロール・ディアレスは陥落した。都市は事実上破壊され、守備隊はイギリス艦船へ逃れた。19世紀半ば、町は工業、漁業、缶詰製造が盛んになって復活した。ありがとうございます。